皆さん、こんにちは。インディーゲームクリエイターの一条高明と言います。本日は私が開発中のタイトル、デモリッションロボット経験についてご紹介します。私はインディーゲームクリエイターとして、かつて Bucky995 というアドベンチャーゲームを開発しました。現在では日本でジェンビットの仕事を手伝ったり、遊ぶという名前の日本のインディーゲームクリエイターのためのコワーキングスペースの運営に関わっています。さて、デモリッションロボット経験とは、 巨大ロボットが街のすべてを破壊するというコンセプトのゲームです。デモリッションロボット KK は4人プレイのロボットアクションゲームです。ロボット同士は戦わずにステージの中のビルをとにかく破壊します。たまにステージに配置してあるギミックも使用します。ビルを破壊するとプレイヤーはゲーム内のお金を入手します。より多くのお金を稼いだプレイヤーが勝利します。メイン画面はこういった俯瞰の視点になっています。 このゲームのジェンビットを使った機能について紹介します。Twitch を介してこのゲームの実況動画を見ている人はゲームの中に参加できます。プレイヤーは解体業者です。動画の視聴者はこの街の破壊に反対するかつてここに住んでいた市民です。視聴者は動画を介してステージにトラップを設置しプレイヤーを邪魔できます。または動画にオーバーレイされたボタンを通じてプレイヤーを応援することができます。視聴者の役割は怒った市民です。 視聴者は以前この街のビルに住んでいた人という設定ですそれが破壊された時トラップ投下ボタンが使用可能になりプレイヤーを邪魔できます早速デモを見てみましょうこちらがデモリッションロボット KKO を視聴している時の Twitch の画面ですジェンビットのシステムを使って動画の視聴者は好きなプレイヤーをクリックで選択して応援することができますこの青いボタンですね 応援されたプレイヤーは特殊な攻撃が可能になります。たくさんの視聴者から応援されるとこのようにロボットの体が青く光り特殊な攻撃が可能です。他のプレイヤーを応援してみるとこのようにロボットが青く光って連続パンチが出せます。さて、マップ内のビルはクリックで選択ができます。選択をすると左上に名前のリストが表示されます。 これは、今この試合を見ている Twitch の ID が表示されています私今は仮に名前をマリオとしていますが私が割り当てられているビルはこのマイハウスと表示されているここですゲームは動画を見ている TwitchID を収集してランダムにビルに割り当てますゲームの中の設定ではかつてこのビルを所有していた人たちという設定です だって、もうそろそろ私が所有していたビルが破壊されそうですね。この赤いロボットか青いロボットか赤いロボットに破壊されました。というわけで、この赤いロボットを邪魔します。マイハウスを破壊された動画の視聴者はトラップボタンを使うことができます。トラップをクリックするとこのようにカウントダウンが始まってロボットの頭上にトラップが出現します。 私の名前マリオが表示されていますね。この緑色の名前はオーバーレイではなくゲームの中に表示されます。おっと、たくさんのロボットがストラップに引っかかってしまいました。ゲームの中に名前が表示されるので、どんな会話がこの試合でされるか楽しみですね。インディとしてジェンビットを組み込んだ感想ですが、ゲームシステムに組み込むことは非常に簡単です。私の場合、Unity プラグインを使ってゲームシステムとつなげる部分は難しくありませんでした。 ジェビットはアンリアルエンジン4プラグインも提供しています。しかし、オーバーレイ部分を作ることは Web 技術の知識が必要です。それらはゲーム開発は全く異なります。もしあなたが Web サイトの構築を JS ライブラリを使ってやったことがないならば、新たに学ぶ必要があります。Unity アセットスタイルにあるジェンビットのタンクサンプルは理解の助けになります。もちろん、ジェンビットのスタッフは Web を構築することを手伝ってくれます。 ジェンビットの導入によって新しい視聴者体験が生まれます。インタラクティブストリーミングは次世代のコンテンツです。ゲームはよりカオスな状況になりますし、これらは動画配信者と視聴者の新たな架け橋になると思います。それらは興奮と面白い怒りと面白い言葉をストリームにもたらすでしょう。おい、このトラップを落としたのは誰だおい、ID、Twitch0123、お前はー、みたいな。そして、これらはインディエの新しいチャンスでもあります。 これは新しい収入源となり得ます。デモリッションロボット KK の場合はトラップボタンに奨学課金をする予定です。このシステムではストリームビデオそのものがコンテンツでマーケティングの手段ではなくなるのです。デモリッションロボット KK は2020年 Q4 に発売予定です。